WM1106 がお届けするブンダーの映画ラジオにようこそ。この放送はリスナーの方からいただきましたリクエスト映画の話をするという放送です。それでは早速ね、今日のリクエストをご紹介いたします。ラジオネーム親友だったのにさんからいただきましたリクエストです。力を合わせてこの局面を乗り越えようって言ったのに命の危険を感じた途端自分勝手な行動を飛び出す人間が現れます。仲間割れだけならまだしも、あいつあんたの知らんところで浮気してたんやでみたいな話まで持ち出してきて余計話がややこしくなります。そんなですね、ラジオネーム親友だったのにさんからいただきました今日のリクエスト映画はボルサリーノ。まずは概要です。フランスはマルセイユを舞台に2人のチンピラがのし上がっていく姿を描いた1970年のフランスのギャング映画です。監督はジャック・ドレイ、そして出演がジャンポール・ベルモントにアラン・ドロ、そしてミシェル・ブーケです。本作はジャンポール・ベルモントとアラン・ドロというフランスを代表する2大スターが共演を果たし、そのストーリーもさることながらファッションや佇まいに惚れ惚れしてしまいます。ギャング映画でありながら軽妙なタッチで綴られている素晴らしい作品です。続きましてあらすじです。1930年代のフランスはマルセイユ、刑期を終えて出所したばかりのシフレディは自分のことを密告したダンサーという男がいるババアに火をつけ恋人ローラを迎えに行きます。ところがそのローラはカペラという男に汚れんぼされていて、取っ組み合いの大喧嘩になるんですね。ですがその、殴り合いの末に打ち解けてしまった2人は、このまま中途半端でつまらない下っ端でいるぐらいならのし上がろうぜということで意気投合します。そこで2人はまず町を仕切っているマフィアのボスであるボガッスの仕事を受け負い、その度胸を買われてそのボガッスの黒幕である弁護士のリナルディを紹介されます。でこのリナルディの仕事も大成功させ、大儲けした2人はついにマルセイユを支配している2人のマフィアマレロとポリを紹介されるんですね。これを機にのし上がっていこうと考えていたシフレディに対してそこまでの興味はないカペラですが、カペラが一目惚れしてしまったジネットという女性がポリの愛人だということを知り、さらにはひどい目に遭わされているということを知ってしまうんですね。そこでシフレディが計画していたポリの暗殺計画にカペラも手を貸すことになります。このボルサリーノの鑑賞ポイントは2つです。まず1つ目が2大スター共演、そして2つ目がファッション。まず1つ目が2大スター共演。この映画の見どころは何といってもフランスの大スタージャンポール・ベルモンドとアラン・ドロンの共演でしょう。クールで金と出世しか頭にない計算高い男シフレディと、金と女性が好きなんだけど自由を愛しひょうひょうとしているカペラ、この対照的なキャラクターをこれまた対照的な役者が演じてるんですけども、どっちもまあかっこいいんです。この映画はですね、アラン・ドロンがプロデューサーも兼ねているので、どちらかというとアラン・ドロンが好きにやっているような印象があるんですけども、ジャンポール・ベルモンドのキャラクターが映画のいい癒しになっています。ただスター同士を共演させる映画にはせずに、そこに野心であったり友情を描いているというのもね、大きな見どころになっています。そして2つ目がファッション。もう一つの大きな見どころが2人のそのファッションと着こなしでしょう。2時間のストーリーの中で何度も衣装が変わっていて、ボルサリーノの帽子もよく似合っています。スーツとか上着も、きちんとね帽子に合わせられていて、それらを完璧にね着こなしている2人がまあかっこいいんです。で佇まいも堂々としてるのでね、惚れ惚れしてしまいます。そして、おしゃれなのはファッションだけではなく、家の装飾とか、インテリアもよく見ると凝っていてですね、おしゃれなものが大好きな人はきっと好きになる映画なのではないかなと思います。ギャ
ヤング映画ですけども、ゴッドファーザーのような重厚な作りではなく、軽妙なタッチでストーリーは展開していきます。加えて2人のムンムンの色気と1930年代のファッションも楽しめる作品です。役者としても役柄の上でも正反対な2人なんですけども、2人が築き上げた友情の中に互いを認めて尊重し合えれば、まだまだ学べたり高め合っていくことができるということに気づかされる、そういったメッセージもにじませてあるような感じがしました。ラジオネーム親友だったのにさん、素晴らしい映画のリクエストありがとうございます。それでは次回もまた素敵な映画の話をいたしましょう。いやー、映画が好きで本当に良かった。